グレゴリー・スチュワート・ダブスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、元プロ野球選手、右ト左だ。高校卒業後の1996年の MLB ドラフト52巡目で、シアトル・マリナーズから、大学在学中の1999年の MLB ドラフト10巡目で、ヒューストン・アストロズから指名を受けるが、どちらの時も契約しなかった。 オクラホマ大学在学時の2001年には打率438、102アンダ25本の二塁打62打点12盗塁を記録した2001年5月28日にマリナーズと契約 A-9 エバレットアクアソックスと a サンバーナディーのスタンピードでプレー。シーズン後にはアリゾナ教育リーグにも参加した2002年は AAQ ウィスコンシンティンバーラトラーズと AAQ サンアントニオミッションズでプレー6月にはミッドウェストリーグのオールスターにもサンルイとして出場した。2003年はシーズン2戦目となる4月7日の試合で左のアキレス腱を断裂し残りのシーズンを棒に振った。2004年9月8日のクリーブランド・インディアンス戦で代打としてメジャーデビューを果たし、 その初打席でマリナーズ球団史上初となるメジャー初打席本塁打を放った。2007年1月15日、ウェーバー工事を経てフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。同年は右投手先発時の三塁スタメンが多くウェスヘルムズと併用された。142試合に出場し打率272、10本塁打、55打点、3盗塁を記録した。 2008年2月15日にフィリーズと1年契約に合意。この年はペドロ・フェリスのバックアップとして128試合に出場して打率。301、9本類打、40打点、3盗塁を記録した。2009年1月16日にフィリーズと総額250万ドルの2年契約に合意。この年もフェリスのバックアップとして97試合に出場し、 二十四十七、五本塁打、二十打点、一投塁を記録した。二1十年は、プラシド・ポランコが三塁のレギュラーを務めたため、主に代打として起用された。六月二十二日に、リーフとなり、翌二十三日に、トリプル A 級、リーハイバレーアイアンピックスへ降格したが、二十九日に、ポランコが故障者リスト入りしたため、再び、 フィリーズとメジャー契約を結んだ。8月17日に、チェイス・アトリーが故障から復帰したため、再び、ィーフとなり、20日に、トリプル A 級リーファイバレーへ降格。9月3日に再び、フィリーズとメジャー契約を結んだ。この年は88試合に出場し、打率、196.5本塁が、15打点、1盗塁だった。オフの10月28日に、 FA となった。2011年1月31日にフロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。3月30日にマーリンズとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りした。この年は三類主としてチーム最多の100試合に出場。シーズン全体では134試合に出場して、打率275、8本類打、49打点を記録した。 2012年1月3日にマーリンズと総額300万ドルの2年契約に合意。この年は120試合に出場して打率。285、5本塁打、39打点、4盗塁を記録した。2013年は114試合に出場して打率。228、2本塁打、22打点、1盗塁を記録した。 9月28日に170万ドルの1年契約に合意した。2014年は開幕ロースター入りしたが、15試合で打率。077と結果を残せず、4月29日にリーフとなり、5月6日に放出された。2014年5月12日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結び、16日にナショナルズとメジャー契約を結んだ。 昇格後は主に代打として21試合に出場したが、6月25日に再び DF となり、7月3日に参加の AAA 級シラキュースチーフスへ降格した。オフの10月6日に FA となった。ありがとうございます。